カルロス・エミリオカル・モナテイジョは、シリ・コキンボ出身の同国代表サッカー選手。CSD コロコロに所属している。ポジションはミッドフィールダー。2003年より、コキンボ二度のユースでプレーし、2005年にプロデビュー。2007年に CD、オヒギンスへ移籍した。2008年1月、イタリアに渡りレッチーナ・カルチョへ移籍。加入1年目から主力となるが、チームは、 セリエ B に降格となった。B での1シーズンを経て、2010年夏には同じく、セリエ B に降格してきた、アタランタ b c へ移籍1シーズンでのセリエ A 復帰に貢献した。U-20 チリ代表として、チーム最年少で出場した 2005FIFA、ワールドユース選手権に続き、2007年大会では、アレクシス・サンチェス、マウリシオ・イスララと共に3位入賞を果たす。 2008年のトゥーロン国際大会では、準優勝を果たした。同年より、A 代表に招集を受け、2010フィーファワールドカップ、南米予選では11試合に出場し、中盤を広くこなす器用さからマルセロビエルサ、代表監督より重宝されている。本大会では中盤で攻守に冴えたプレーを見せ、ベスト16進出に貢献した。翌年のコパアメリカ2011にも出場。 2013年2月6日のエジプトとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。